おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も、絶望プリズン、続きやりましょう。前回は、キスケくんが自作自演をしたのではないかという結論にたどり着いて終わりました。シロウくんに疑いを向けようという心づもりだったようですが、それの理由というか全くわからないです。だって親友だったんだもんね。じゃあ進むか。ああ怖い。進みたくない。進みたいけど進みたくない。進みます。そんなキスケくんが犯人？そんなのありえないよ。キスケの自作自演だったなんて信じられない。そうだよ。何のために自作自演なんて。理由ならちゃんとあるよ。キスケはこの状況を作り出すことが目的だったんだ。俺たちをお互いに疑わせて仲間割れするように仕向けた。そんなキスケくんがそんなことするはずありません。彼はオカルト部の大事な仲間なんですよ。だから言いたくなかったんだ。俺だってキスケが犯人だなんて信じたくない。だけどこれまでの状況を考えるとキスケが犯人としか思えないんだ。足音誰？この声は。ああ、見抜かれちまったか。おめでとう、大正解。そんな。キスケくんが生き返った。俺は最初から死んでねえよ。全部演技だったんだ。でも確かにあの時脈はなかったはず。まあ俺はそもそも生きてるとは言えないしな。だって俺は鬼城キスケのドッペルゲンガーだから。ドッペルゲンガー？そんなキスケが。そういえばキスケくんいつもと雰囲気が違う。じゃあ今まで僕たちと一緒にいたのはキスケくんのドッペルゲンガーだったってことですか？その通り。邪悪な笑顔してる。嘘？本当？じゃああの脅迫の手紙を書いたりしたのも。もちろん全部俺だよ。信行くんじゃなかった。信行くんじゃなかったよ母。違ったわ。私すごいその説盲信してたんだけど違ったわ。いやなんかさ、もうね、こう、キスケくんがドッペルゲンガーだったっていうショックよりもね、キスケくんがまだこう、生きて喋っているということに私は、もうなんか、喜びを覚えてしまって、もうなんか、テンションが逆に上がってしまった。まあ、いつも見てるキスケくんとは全く風貌が違うんだけどさ、めっちゃ黒髪になってるけどさ、信行を学園に呼び出して、殺そうとしたり、仮面をつけてシロを襲ったのも、全部俺だよ。そんな。わかんない。意味わかんないよ。どうしてそんなこと。それは、ドッペルゲンガー退治を止めるために決まってるだろ。ドッペルゲンガー退治を止める？ああ。それが俺がお前たちを襲ってきた動機だ。キスケ、どうして君はドッペルゲンガー退治を止めたかったんだ？まあ、正体もバレちまったし、この際だから教えてやるよ。俺にはな、昔弟がいたんだ。それって、修学旅行の夜に話してた。ああ、そうだ。サッカーが大好きな、可愛い弟だった。そんな弟が小学5年の時、突然病魔に倒れた。最初の頃は懸命に治療したんだ。弟も早く治して、またサッカーを始めるんだって意気込んでた。しかし、治療が始まってすぐ、医者に呼び出されて、弟の余命が長くないことを聞かされたんだ。弟の病気は脳にも転移してて、もう手術不可能だと。それは小学生の弟には、あまりにも残酷な現実だった。そしてその時、真実は弟に言わないと決めたんだ。治療に耐えて、リハビリを頑張る弟に、絶望の真実を教えることはできない。ならば、せめて最後死ぬまで、希望を持たせたまま死なせてやりたい。そう思ったんだ。キスケ君の過去に、そんなことが。しかし、弟の症状は日を追うごとに悪くなっていった。それでも俺は、弟に希望を持ってもらいたくて、声をかけ続けた。かわいい。そんなこと言ってる場合じゃないのは分かっているが、かわいい。今の治療を続けていれば必ず助かる。早く病気を治してサッカーをやるんだろ。うん、ありがとう、お兄ちゃん。僕、頑張るよ。ああ、お兄ちゃんがそばについてるからな。一緒に治療頑張ろうな。うん。お兄ちゃんが言ってくれてよかった。弟は苦しみながらも必死に前を向いていた。そんなある日。あれ？目が見えない。お兄ちゃん、目が見えないよ。落ち着け。大丈夫だから。今先生を呼んできてやるからな。弟の頭にできた腫瘍はさらに大きくなり、ついには視力を奪ってしまった。残念だけど、もう長くないよ。そうですか。ありがとうございます。ガチャ。突然視力がなくなった弟は横になりながら泣いていた。そんな弟になんて声をかければいいかわからなかった。お兄ちゃん、そこにいるの？あ、どうした？本当のこと教えてよ。僕、助からないんでしょ？僕の病気、治らないんでしょ？ぎくりと心臓がつかまれたような感覚が全身を硬直させた。何言ってんだよ。治るに決まってんだろ。さっき先生と次の治療について話したところなんだぞ。先生は希望を持って大丈夫って言ってた。嘘言わないでよ。自分の体のことなんて僕が一番わかる。僕の病気は治らないんでしょ。弟が俺に声を荒げたのはこれが初めてだった。何言ってんだよ。治るって言ってんだろ。俺は震える声でそうつぶやいた。お願いだよ兄ちゃん、教えてよ。僕本当のことが知りたいんだ。今までお兄ちゃんは僕に嘘ついたことなんてなかったでしょ。病気をしたからって僕への接し方まで変えちゃうのは悲しいよ。ごめんな。俺はとうとう耐えきれず真実を弟に話した。病気が治らないこと、余命があとわずかしかないってこと、これが事実だ。ありがとうお兄ちゃん、本当のことを教えてくれて。ああ、でもな、まだ 100% 絶対に死ぬって決まったわけじゃ。お兄ちゃん、もういいよ。もう無理しないで。そう話す弟の表情はどこか晴れやかで冷たく見えた。ほらお兄ちゃん、もう面会時間の終わりだよ。帰らなくちゃ。ああ、また明日な。うん。結局それが弟を見た最後になった。その日の夜、弟は病院の屋上から飛び降りて死んでしまった。そんな絶望的な真実に弟は耐えられなくなって、最後は自らの手で。弟はどれだけ辛かっただろうか。キスケ君、俺は弟に真実を話したことをとても後悔した。絶望と向き合わせてしまった自分が許せなかった。それから数年間、俺はずっとその後悔を抱えながら生きてきた。キスケ君にそんな過去があったなんて、僕も初めて知りました。まあ、こんな悩み、人に言うことじゃねえからな。でも、一体いつからキスケ君はドッペルゲンガーに？それは、ルイのドッペルゲンガーを浄化した後だよ。私を？信行、お前が学園に転校してきて、俺はルイのドッペルゲンガー退治に巻き込まれた。ドッペルゲンガーを退治するには、ドッペルゲンガーが生まれた動機を暴かなくてはいけない。その動機が本人にとっては辛く、向き合いたくない事実であっても、それを本人に突きつけなければいけない。なるほど。それが弟くんとの記憶に重なったんですね。ああ。絶望と向き合う怖さを知っている俺からしたら、お前たちの行動はとても危険で身勝手なものに見えたんだ。キスケ、そんなこと思ってたなんて。そうやって考えるうちに、その身勝手な行動に怒りがどんどん湧いてきたんだ。そして、俺というドッペルゲンガーは生まれたんだ。それが君が生まれた理由。ああ。だから俺は、お前らのドッペルゲンガー退治を止めようとしていたんだ。まさか、キスケ君がそんな思いを抱えていたなんて、すみませんでした。何をお前が謝る必要があるんだ？いや、僕はずっと、キスケ君の隣にいながら、君が抱えている思いに気づくことができませんでした。もし、僕が少しでもそれに気づいていれば、君を支えることができた。そしたら、キスケ君のドッペルゲンガーは生まれなかったかもしれません。何を今更。俺はお前を殺そうとしたんぞ。大事なところでごじるなよ！もう！俺はお前を殺そうとしたんだぞ。別に謝罪される筋合いはねえよ。そんなことありません。僕、今のキスケ君の話を聞いて思ったんです。確かに、悩みや絶望と向き合うことは辛いことです。ここにいる全員は、たまたま乗り越えることができましたが、弟さんのように、乗り越えられない絶望を抱えている人もいます。ようやくわかったか。お前たちがしていた自己満足が、どれだけ危険な行為だったか。はい。でも、もう一つ、大事なことに気づいたんです。大事なこと？それは先ほど言いました。支えるということです。支える、だと。キスケ君の話を聞いていて、絶望と向き合わせるだけが悩みの解決方法じゃないと思いました。ただ、隣で優しく見守り、支える。それだけで、いや、それがどれだけ大事なことか。キスケ君が、弟くんにしていたみたいに。俺が、弟に。確かに、私が女の子の格好で振る舞おうと決めたとき、すごい不安だった。でも、オカルト部のみんながいたから、私、一歩踏み出せたんだと思う。私も、一人じゃまた前の自分に戻ってたかも。そうね。まあ、そうかもしれないな。お前ら。だから、キスケくん。あなたが弟さんにしたすべての行動を無駄だと思わないでください。弟さんのことは本当に、とても残念だと思います。でも、寄り添っていたあなたは、弟さんの支えになっていたはずですよ。俺が。はい。キスケくん。もう、一人で抱え込まなくていいんですよ。シロ。キスケくんは、一人じゃありません。ここにいるみんな、キスケくんの味方です。そうだよ、キスケくん。うん。私も、みんなのおかげで救われた。だから、今度は私がキスケを支えてあげる番だよね。私もオカルト部の一員として、あなたを見捨てたりしないわ。だからキスケ、俺らに頼れよ。キスケには、俺たちがいる。みんなで支え合って、乗り越えていこう。君が、弟くんにしていたみたいにさ。信行、みんな、こんな俺でも受け入れてくれるのか。お前らを傷つけたんだぞ。そんなの当たり前じゃないですか。僕たちはオカルト部の仲間なんですから。仲間か。みんな、本当にごめん。ありがとう。その瞬間、キスケの体が光り始めた。キスケの体が、ドッペルゲンガーが浄化されていく。キスケくん、また目が覚めたらゆっくり話をしましょう。ああ、そうだな。キスケくんが消えた。キスケのドッペルゲンガーが浄化されたんだ。キスケくんは救われたんだよね。はい。きっと、そうだと思います。よかった。とにかく、これで一件落着ってことかしら。ああ。その時だった。よう、人間。よくやったな。この声は、お見事でした。鬼城喜助のドッペルゲンガーは浄化されたみたいですね。あ、うん。今回のドッペルゲンガーはかなり強敵だったな。だがよくやった。感謝するぜ。それに、今回の事件は皆さんの絆が試されるいい機会だったんじゃないでしょうか。え？絆が試される？これでお前の目的もそろそろ達成できたようなもんだろう。俺の目的？さっきから何を言ってるんだ。まあまあ、落ち着き。すぐにわかるさ。それでは、皆さんにはこちらに来てもらいましょう。そうだな。じゃ、早速行くぜ。パチン。その瞬間、俺はめまいがして、そのまま意識を失った。クリア。はい。ご視聴ありがとうございました。よかった。キスケくん死んでなかったし、キスケくん救われたし、黒髪のキスケくんもかっこいいし可愛いし、よかった。よかったけど、なんでこっちに来てもらわなきゃいけないんだっていうところがちょっと今、怖いね。とりあえずじゃあ今回はこれで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。お楽しみに。おつぴよです。あ、久しぶりに言ったわ、これ。